サイ、うまくやったようだな。本部に問い合わせていた忍び刀の情報が届きました。できるだけ多くの情報を集めておきたいからね。特にあの二人には気をつけなければ。集団戦はこちらが不利に。助けてくれ！いいと。来たまま張り付けにして苦しむ様を楽しんでやがる。ゲームでも楽しんでいるつもりか。操られ不本意な戦闘を強いられている。同じ忍びであることすら嫌悪する。よそ者が首切り包丁を振るうだと。冷酷非情な攻撃。この葉助かったよ、ガイ。うん、小隊での行動は危険だ。忍び方が七人衆二人と来た。あ、すまない。素直な形というのは気味が悪いな。お気をつけて。上等縫い針のクリアラレクシマルに爆刀しぶきのムナシジンパチ。邪魔をするならお前も殺す。その仕掛けゆえの大振りか。しかし気をつけろ、ガイ。多重ドリュー兵器。忍び刀七人衆のデータを頭に入れているつもりが。俺はな、これまでこうしたピンチを何度か切り抜けてきたが。外は岩の精鋭部隊に完全に包囲されているわ。リングの不足など関係ない。見事敵の包囲を突破してみせよう。勝手な行動は慎め。何心機臭いこと言ってんだ。隊長である俺の命令が聞けないというのなら忍びなんかやめちまえ。カカシ、あなた。二人が助かる可能性は高くなる。まだだ、まだだ。カカシ、話は後だ。ここを突破するぞ。さすがにチャクラ切れだ。もう大技は使えない。俺は忍びには向かないか。いや、それに案外お前の作戦は良かったのかもしれん。千鳥で雷を切り裂いたらと。仲間を助けようと思うとどこからか出てきやがる。足がダメなら腕を使うさ。見えない目で無理をするなよ、カカシ。お前もあの時のことを。行くぞ。無駄ではなかったようだな。ん？仲間を仲間とも思わぬお前らは変わり身だと。影締まりの術。動けねえ。封印班はこの二人の封印を頼む。
忍びの力とは己のためではなく仲間のために使われた時、そして皆それぞれがこの戦争でそれを感じ取っているはずだ。戦力が散りすぎてる。各部隊を集結させるべきだろう。ユルイの部隊から救援要請です。忍び型の七人衆、雷刀牙の使い手か。俺の雷刀で総裁できるかもしれない。雷刀ライガー、サンダーゲート、しっかりしろ、ユルイ。ユルイ、あと頼んだ。クソ、もううんざりだ。何人死んだんだ。生き残ったのはたったこれだけか。リンゴ飴よりは別方向の正体を追ってった。すぐに戻ってくるぞ。まさかリンゴ飴よりとやり合おうなんてこと言い出すんじゃねえだろうな。私のタイプいないかな。リンゴ飴よりの雷刀の術に間違いなさそうだな。チリチリになった正体たちに生きててほしいという気持ちはわかるがな。リンゴ飴よりは北上してる。その先に生き残りがいるはずだ。誰も俺が生きているなんて思わなくなって。逃げていれば援軍が来て奴を何とかしてくれるかもしれねえ。くったらねえ見えかよ。やっぱりこいつなんかについていったらろくなことにならねえ。絶対に逃がさないんだから。余計なことを言うな、カユ。そら追いつかれるさ、こんなぬるいことしてたら。重い。お前はぬるいを誤解してる。あんたは慎重なふりしてる臆病者だって。どうやらまだリンゴ飴入りは誰かを追っているようだ。いや、いるじゃない、私に向かってきてくれる人が。ってな、お竜、甘すぎる。はっきりズバリ、お前の剣術パワーもキレも中の中。要するに俺の裏切りをもっと工夫するわけですね。また向かってくる気、ちょっとは骨がありそうじゃない。メリュー裏かすみ切り回避。おわっ重い。来るな、ぬるい、かゆい。ぬるい、ぬるい、大丈夫か、ぬるい。そうさ、全部ぶち壊したぜ。見つけた。ダメだ、勝てる気がしねえ。他にまだ誰かいるのか。ぬるいの言う通りだ。俺には最初から逃げるしか方法はなかった。さあ、覚悟はいい？ぬるい、ゆるい、私を倒すなんて。うわ、私を罠に。ここはもともと底なし沼だ。ユルイは俺の親友だった。この先に底なし沼がある。そこには土豚の蓋がしてある。それじゃああんた逃げてたわけじゃ。リンゴ飴よりは俺がここで食い止める。重い、引っ張り上げろ。残念だが、またの機会にするよ。それはお礼よ。あの世で待ってるわ。本当の英雄はあんただよ。いつ見てもいいもんだ、男の熱い友情は。我々の説得もナルトには効かなかったようだ。ああ、とうとう動き出したようだね。